チョロリちょっといい？どうしたの？あの、折り紙手裏剣ができた後の最初のリアクションなんだけど、あの、もうちょっと初見感欲しいというか。ああ、リアクション、うん、今ちょっとこれ、あ、今、うん、折り紙手裏剣の完成だ。わー、すごい手裏剣だ。驚きだよね。驚いてないじゃん。驚きだよね。驚いた人言わないじゃん。いや、僕なりに子供に伝えやすくやったつもりなんだけど、なんかもうちょっと動きも大きく新鮮味あふれる感じで、もう一回やって。あ、もう一回、うん、折り紙手裏剣の完成だ。わー、すごい手裏剣だ。びっくりだよね。喋り方やめよう。普通に戻そう。いや、チョロリの喋り方はずっとこれでやってきちゃった。あとそのチョロリっていう名前もやめよう。意味わかんないから杉本に戻そう。 いきなり杉本として喋り出したら子供たちびっくりしちゃう。あとはもうテンション高くやってくれば、うん、それでいいから。いや、チョロリのテンションはなんとなくこういう感じって長年やってきたから、それを急に変えるってのじゃ子供たちびっくりしちゃうかな。リアクションぐらいちゃんと取ってくれっつってんの。何もやってないだろ。だまた始まったよ。俺が作るものを考えて、俺が企画会議に出して、俺が作って。君何してる隣に。鼻声で喋ってるだけだもん。またこの話か。新鮮なリアクション取れっつってんの。ってやったら許してもらうけどさ、もっとすごいもん作ってよ。なんだよ手裏剣って。そんなんじゃ今の時誰も驚かないよ。いや、子供に人気だろ。何回作んなよこの番組で。手裏剣何が新鮮なリアクション王だよ。教育テレビのてっぺん王とか、あんた言ってることとやってることがジグハグなんだよな。でも私は頑張ってやる。あんたじゃもうドキドキしねえんだよな。みんな言ってるよ、あんたのことオワコンさんだってさ。あんたのとっくにオワコンなんだよ。だったらもっとすごいもん作ってやりますよ。おお、オワコンです。杉本です。作ってドキドキ。ありがとうございます。今日は折り紙を使うよ。折り紙で何を作るんですかね。楽しみですね。えすごい手さばきだ。さすが。よし、杉本、仕上げよろしく。はい、はい、はい、ありがとう。完成だ。これは一体何ができたんですか。東京駅の丸の内口だよ。すごい。すごい。見えます。もう本当だ、丸の内口だ。天才じゃん。みんなもう一度作ってみてね。作れるかな。また明日。またよろしくお願いします。 OK ですか。ありがとうございました。ありがとうございました。また明日もお願いします。どうも。じゃあ、ごめん、やっぱ違うかも。そうだね。どうも、ありがとうございました。